水原に嫌われちまったみてえで。え、俺なんか嫌われるようなことしちまったのかって。あって、なんか知ってる？ちょっとす、師匠が水原さんのこと好きって。はぁ、あ、なんでそんなこと。当然こんなことになるなんて思わなかったっす。大体俺が水原のこと好きだって一度でも言ったっけ。それは童貞のあれっす。まさかここまで向こう見ずとは。